皆さんこんにちは。 PPW 編集部ピースケです。ピン、今日はですね、元 J リーガーで日本代表でもあった、川崎フロンターレに所属されていた井川雄介さんにお越しいただきました。井川さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい。では早速お話をお伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、ちょっとサッカーのことあまりわからない方のために、はい、簡単な自己紹介をサッカーでお願いしてもよろしいでしょうか。はい。皆さんはじめまして、元 J リーガーの井川雄介と申します。2001年からプロのキャリアを始めまして、2017年まで J リーガーとして17年間プレーして、その後香港に移籍して1年間、香港プレミアリーグでイースタンロングライオンズというチームでプレーをしました。元サッカー選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。はい。もともとその香港にこう移籍したきっかけっていうところからお伺いしていってもよろしいでしょうか。はい。まあ、サッカー選手としてかねてから海外でプレーしたいなっていう、まあ、思いはあったんですけど、元チームメイトの本田圭佑選手や川島英二選手がですね、海外移籍するのを、まあ、実現するのを目の前で見てたんで、羨ましかったですね。うん、ただちょっと、まあ、ちょっとじゃないですね。ありがたいことに、フロンターレというチームで12年間プレーさせていただいて、なかなか移籍する機会がなかったんですけど、サッカー選手として一度は海外でプレーしたいという思いがありまして、うん、まあ、それでどうにか自分の、まあ、コネクションを使って、香港移籍を実現させたという経緯でございます。はい、なるほど。ありがとうございます。はい、まあ、そんな感じで、香港と日本のこうサッカー界の違いなんかをちょっと、もしあれば、はい、教えていただけますか。まずですね、環境面が大きく違います。うん、というのは、例えると、日本の J リーグのチームは、それぞれ各チームが自分のクラブハウスと、はい、グラウンドを持ってます。はいはいはい、ただ、香港の、関係では、グラウンドがまずありません。うん、持ってるのはヒッチーというチームだけですね、はい。で、自前のグラウンド、自前のクラブハウス。うん、他のチームはですね、はい、公共の場、ご存知なんですけど、点、々として練習をすると。っていうことなので、ブッキングクラブハウスもないんですか？ないですね。だから、公共の場って大体ブッキング1時間半じゃないですか。はい、はい。だから自分たちが練習する前に誰かが使ってて、うん、で、自分たちが1時間半練習した後に次に待ってるんですよ。はい、はい。だからその、居残り練習っていうものはまずできなかったり、なるほど。っていうのがあったりとか、まあ、一番の大きな違いは芝生と芝生じゃないっていうことが結構大きいですね。うんうん、日本のグラウンドは全部芝生。はい。けど、香港のチームは天、人工芝と。はい。いう感じ、環境面では、そういうところがもう大きく違いますし、まあ、サッカーのスタイルも、どちらかというと、やはりイギリスの植民地の影響があるのか、そのイギリスのサッカーが、まあ、根付いているという意味では、ロングボールを主体のチームが多いかなっていうのは、こっち来て思いましたね。なるほど。ロングボールって何だか。ロングボールというのはですね、もうサッカーまずじゃあ分からない方から説明するとですね、サッカーって、ゴールを守る人、キーパー。で、そのキーパーの前にはディフェンス守る人がいて、で、ミッドフィルダーって、まあ、ゲームを組み立てる人、うん、で、フォワード、点を取る人がいます。はい、で、イギリスのサッカー、まあ、昔、今はまた違うんですけど、うん、昔のサッカーっていうのは、その守る人から、もう、フォワードに向けて、ブワーンってボール蹴っちゃうんですね。はい、ああ、聞いたことありますね。はい。はい、それもロングボールで、蹴って、ガ、はい、ーって走って、攻めろっていう感じが、あまあ、昔の、まあ、イギリス、はい、まあ、今も時々あるんですけど、まあ、そういう感じが、プレイスタイルです。はい、例えば、その、パスサッカーって言われるのは、はい、もう、ゴールキーパーから、もう繋いで、パスをみんな丁寧に繋いで、ゴール前に攻めましょうっていうのがパスサッカーで、例えばバルセロナとか、はい、マンチェスターして、ペップ・グアルディオラという有名な監督がいるんですけど、はい、その人が、まあ、主に、用いる戦術ですね。はい。はい、なるほど。ありがとうございます。はい。はい、香港では、はい、プレイされたのは1年半ぐらい、ね。1年半ぐらいですね。はい、あ、結構思ってたより短い。自分が想像しているか短かったですね。うん、はい。ただ、僕は日本人なので、うんうんうん、香港でプレーする場合というのは外国人枠になるんですよ。はい。その外国人枠の難しさはすごいあると思います。うんうん、それを初めて香港に来て気づきました。はい。というのは、僕が日本 J リーグで17年間プレーしているという時は、ローカル選手なんですよ。日本人だから、ローカルじゃないですか。で、プレーするのも当たり前で感じてて、うんうん、スケットの外国人選手には活躍しろよって、やっぱどこかでみんな思ってると思うんですよ。はい、その立場に初めて香港来てた時に、はい、いや、すごいプレッシャーの中で外国人枠の人ってやってるんだなって気づきましたね。なるほど。はい。
いい経験ですね。めちゃくちゃいい経験です。はい、なるほど。で、まあ、その契約満了に伴って、はい、今後はもう現役の方は退かれて、はい、多方面の活躍をされていくっていうふうにお伺いしてるんですけども。はい、はい、それだとあります。あります。はい。で、その中の一つとして、はい、まあ、お子様、子供向けのサッカースクールを、はい、始められたというふうにお伺いしてるんですけども。そうですね。はい。いいよ、作っちゃいました。なるほど。チーム名とか。チーム名は、ISS、はい、伊賀サッカースクール。そのまんま。そのまんまです。そのまんまですね。そのままですね。なるほど。素晴らしい。はい。まあ、実は、私も、はい、千葉、ジェフユナイテッドのジュニアユースだったんです。はい、はい。で、はい、ゴールキーパーを、なるほど、やってまして。はい。どっちかっていうと、その、クラブチームを応援したいなっていうか、部活よりは、ジュニアユース、はい、ユースっていう、クラブチーム派なんで、ぜひちょっと頑張っていただきたいなと思っております。頑張ります。ありがとうございます。で、今まだ、スクールのその生徒さんっていうのは募集をされて、はいはい、もちろんもちろん募集をしてます。はい、今、Facebook とか Instagram、はい、でも一応僕のページは持ってるんですけど、はい、そこにまあコンタクトしてもらうようにもなってるんですけど、はい、全然サッカーをやりたいとか、はい、もっと上手くなりたいっていう方はですね、全然ウェルカムですし、はい、プライベートレッスンもやってますので、はい、あ、なるほど、その形も受け付けております。なるほど、はい、例えば1対1だったりで教えてもらったり、そうです、少人数制っていう、プライベートになると、まあ、4人まで、4人で僕、はい、そうですね、このお子さん4人僕1人っていう形が、はい、マックスでいまして、はい、それ以上になると、まあ、チームのに活動になります、うん、はい、なるほど。どういうことをこうモットーにこう育成をしていきたいっていう思い、はい、みたいな教えていただけますか。はい、僕の、まあ、コンセプトですね、うん、めちゃくちゃシンプルなんですけど、はい、止める蹴るっていうのが、はい、めちゃくちゃシンプルじゃないですか、はい、サッカーって止めて蹴るなんですけど、はいはい、それがあまりにもできてない子が多い、というのは、はい、僕がその川崎フロンターレに所属している時のラスト5年には、はい、風間監督、はい、金谷博さんっていう方と一緒にやったんですね、はい、で、もう当時僕30歳です、はい、もうプロも12年間ぐらいやった中で、はい、風間さんが来た時の最初の練習が止める蹴るだったんですよ、うん、お前たちはボールを止めれてないし蹴れてないっていう、はい、で僕たちプロなのに、ね、もうひたすら止める蹴るをやったんです、そのコンセプトがでも根付いて川崎フロンターレ今強豪になってるんですね、うん、だそのボールを止める蹴るの質をすごい大事にするんです、はい、それが全てと言っても過言じゃないんで、なるほど、それをもう徹底的に僕は今やってます、はい、なので結構そのお子様からしたらつまんないよっていう練習内容になるんですけども、はいはい、何事でも基礎って結構大事じゃないですか、大事ですね、それができて初めて、はい、そのネイマールとかメッシとかクリスチャーノ・ロナウドみたいな、はい、このクリエイティビティが優れたプレーをできるんですけど、まずボールが止めれなかったらドリブルもできないし、はい、パスもできないよね、はい、っていうコンセプトで結構やってる、基礎練がまあ多いんですけど、はい、親御さんからは結構好評です、うん、なるほど逆に、はい、基礎やってくれとっていう声がすごい非常に多いですね、はい、ほとんどそうですね、うん、まあ、小さい時からこう基本できてると、はい、ね、後々そうですね、良くなりますからね、そうなんですよ、はい、はい、ね、なるほど、でも子供ってやっぱ楽しいわ、ゲームとかしたいじゃないですか、はい、で結構でも言うんですけど、はい、ゲームを楽しくやりたいんだったら、うん、ちょっとプレーとか見てほら、はい、止めれないでしょ、うん、でしょっと結構納得はしてくれますね、なるほど、そのためにどうしたらいいの、はい、うん、止めるけるかなって話になってくれるというなるほど、はい、ありがとうございます。で、まあ、技術面ではそういったこう止める蹴る、はい、っていうのが大事かと思うんですけれども、はい、なんかこう、なんでしょうね、こう気持ちだったり考え方だったりっていうところで求めていきたいなとか、教えていきたいなみたいなものはありますか、はい、あります。僕はその何をするにもやっぱスポーツ全般に言えると思うんですけど、うん、そのまあ、スポーツ IQ、はい、サッカーでいうとサッカー IQ がやっぱ高い方が絶対いいと思うので、はい、まあ、その自己の判断ですよね、はい、状況判断能力を上げてほしいってことは常に言ってます。例えば、はい、一つのプレーで失敗してうまくいった、うんうんうん、失敗しちゃったことに関して、じゃあなんで失敗したのか、はい、じゃあなぜうまくいったのか、うんうん、じゃあ失敗したからどうすればいいのか、はい、じゃうまくいったときは、じゃあもっとどうすればもっとチームがうまくいくのか、個人がうまくなるかっていうことを常に考えなさいと、はい、なので、常に頭を使いなさいということは常に心がけて言うようにしてます、はい、なるほど、はい、
なんか答えだけ教えるんじゃないっていう自分で考えて、ね、はい、自分で答え導き出すっていうところはもう何でもね、今後大きくなった時にね、有効かなと思います。はい、そうですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、で、あとは、まあ、この用紙、かっこいい用紙なんで、モデル業も、はい、スタートされたということで、そうです、はい。はい、香港内で、いろんな、こう、CM だったり、そうですね。に出てるって、ね。ありがたいことに。はい。素晴らしい。ありがとうございます。はい。例えば、どういうのに出てる、今だと、ミード・ジョンソン、はい、ミルクパウダーの CM。はい。はい。が一つ。ケンタッキー。はい。KFC。ケンタッキー、すごい。はい。が一つと、はい、最近は、ファイナンシャルの方の CM を最近撮りまして、今リリースされているのは、まあ TBC はこれで、あとプリント系だと、ルルレモンと、スワンクっていうファッションブランドとか撮らせてもらって、キャセイパセリっていうことをやらせてもらってます。なるほど。はい、こちらの日系企業さんが、井川さんにこう CM とか広告出てほしいっていうオファーをすることももちろんできると思うので、ぜひとも。はい。よろしくお願いします。じゃあ、そういう企業さんいらっしゃれば、ここ連絡先出しておきますんで、はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ、今日は井川さん、お話聞かせていただきまして、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。